デビューをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。陣内翔です。中尾和樹です。いや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 、何回目ですか、あなたとの私ね、ペアリング。ペアリングね。ありがたいですね、本当に。同期してもらってね。ありがとうございます。陣内と中尾をドッキングしてもらったので、ね、ありがとうございます。ね、そういえば、デビューをご覧の皆様、明けましておめでとうございますじゃないですか。明けましておめでとうございます。この動画今ご覧中ということは3月1日から配信されてますけど、はい、あの、2ヶ月はね、経っておりますけれども、何卒今年もよろしくお願いします。なんでこの2人かと言いますと、はい、またね、舞台、東京リベンジャーズ、はい、この第2弾でね、血のハロウィン編というものがあるんですけれども、どうですか？なんかこの、もう年度末でございますよ。うんうんうん、デビューさんにちなんでさ、はい、デビューしたいこと、この東京リベンジャーズの中に置いてだけです。はい、縛ります僕は。え、東京リベンジャーズの中に置いて、うん、今回の血のハロウィン編で、うん、中尾雅樹がデビューしたいことは何ですかという、もういたってシンプルな質問しか先輩はしておりません。アクションを、うん、あのもっと勉強してゴリゴリにやりたいです、うん、おいいデビューだね。はい、だから今回その僕アックンという役をやるんですけど、原作で言うとね、はい、そのアクションシーンっていうのはそんなにあるのかないのかというとね、あんまり少ない方じゃないですか、うん、そういう、まあ、そのメンバーと比べて幹部さんたちとか本物のヤンキーたちと比べては少ないんで、うん、なんかどっかの忍び込んで、うん、あのゴリッゴリの戦うところとか出れたらなっていう。なるほどね。忍び込みたいと思います、うん、いや私はね、はい、ドラケン役、うん、通称ドラケンこと龍口健吾をやる、うん、やらせていただくんですけれども、このね、まあ、原作をご覧の皆さんはきっと分かっていらっしゃると思います。でもネタバレしたくないので、はい、ちょっとあのね、未来過去行き来する話ですから、うん、ちょっとね、この大人になったドラケンが、はい、ね、まあ、ちょっとあんなことになっていようか、うん、っていうところにね、やっぱりね、こう前作では出てなかったけれども、うん、ちょっとさらにね、はい、ドスが効いた声といいますか、箔がついた姿といいますか、そういうところをね、楽しみですね、演技で表現できればいいなと、はい、そういうところにデビューしたいなと思っておりますので、楽しみですね、まあ、そんな舞台東京リベンジャーズ血のハロウィン編はね、さあ大阪公演はいつからでしたっけ。3月18日から3月21日まで。1日までです。そして東京公演が3月の、25日からから4月の3日まで、3日までとなっておりますからね、ぜひぜひこんなね、仲睦まじい様子が本編で描かれているのかどうか分かりませんけれども、仲良く稽古頑張りますので、何卒よろしくお願いいたしま す。それじゃあ2022年残り10ヶ月、みんなで楽しくいきましょう。バイバイ、バイバイ。